よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。ボルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。ん？何のつもりだ。セイバーどもか。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かい、セイバーどもが何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。時間かかりそうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあ、なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。母さん、私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。よくやったな。父さん、父さん、俺ごめん。俺最後まで結局父さんは俺が
謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に何もできずに死んでしまった。これはこの体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラン、そっか。なんだよ父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にかそうやって人のために泣いて戦っていろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心忘れるなよ。悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。凝り染めの状態とはいえ
あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ、変身に気をつけろ。よっしゃ、勝った。違う、まだ。我は長い時の中初めて異世界に実を持つことができた。それはこの世界に我のルールを持ち込むことができるということだ。ゆえに逆召喚は？もうすぐ、あと少しなの。これで終わりか？中に降りよう。そうやって幾重にも重ねることをイメージしろ。父さん、霊はラーンの力が外に溢れすぎないように抑えてね。母さん、大丈夫。あなたたちの手は必ず幸せを作れるから。行くぞ、姉ちゃん。
貴様はうせえ。レン、ラン。それ、この世界で役に立ててくれ。他のガーデンジェムはセラフィーからもらってね。どういうこと。混沌をもたらす兄弟はもうこの世界から消えないと。違う、それは。気にするなよ、アビン姉さん。俺らが消えればこのゲートもなくなって、もうこんな連中がこの世界にちょっかい出すこともなくなる。でも、あなたたちは。ああ、悲しい顔禁止。幸せが逃げちまうからな。タマ、アウィン姉さんとそっちの世界をよろしくね。ここまでいろいろありがとう。よいしょっと。アウィン姉さん、みんな、いろいろ迷惑かけてごめんね。さよなら。みんな元気でな。また会おうぜ。いろんなものを巻き込んで、最後は全部吹き飛ばしていきましたね。ほんと、台風みたいな二人だったわ。俺もあの二人に負けないように、もっともっと元気に行くっす！あなた、それ以上元気になってどうすんのよ。ま、何にしてもあの二人は大丈夫そうよね。ええ、二人一緒だから心配の必要はなさそうです。さて、俺たちにはこの世界の後始末が残っているな。やることは山積みだ。また会おう。二人ともお疲れ様。ありがとう。大地をかけて旅立ちの鼓動を鳴らし、笑顔の魔法をかけるよ。どんな闇も消し去るように、喜びも悲しみも全部分かち合い、共に手を取って進もう。今新しい世界の扉。
緒に乗り越えてくれた仲間と過ごした日々はかけがえのない大事な記憶大きくても小さくてもみんなそれぞれの気持ち遅れてすまなかった。打ち切れますわよ。はてなはてな、なのです。ちゃんと考えさせればわかると思うのだがな。お前なんか、どーりゃー！してやれ！この話を聞け。なのです。あの二人の代わり、私、やってみます。それで、どうするどうする？してないな。いいタイミングだったな。よかったって。お前ら、いい加減本題に入る。お疲れ様。パパパパありがとう。愛しさも切なさも全部抱きしめて心強く生きてゆこう。今動き出す時間の中で物語今新しい世界の扉開いてくその瞬間に伝えたいこと
あ、そうそう、ご褒美忘れてたわ。あんな風に別れたのにすぐに戻ったみたいで格好悪くね。まあいいんじゃないの、まだまだこの世界遊び足りないしね